象は癌知らずっていうのやってみたいと思うんですよね。こういうちょっと飲みながらね、細胞数のね、多い体の大きい動物って、まあ、人間をはじめそうなんだけど、癌化しやすい確率が高くなるっていうことですよね。実際にね、アフリカゾウはね、まあ 6000kg っていうことだから、成人男子の約、100倍近く大きいわけですよね。まあ、理論的にはね、ゾウは人よりも癌になりやすいはずです。アフリカゾウではね、大人の6トンで、まあ子供の、人間の100倍で、まあ新生児、まあ新生児っていうのかどうかわかんないけど、ではまあ100キログラムと人間の30倍近いということで、まあ大きいんですよね、すごくね。ところがね、ゾウはね、癌が起きにくいんです。不適切なね、細胞の死滅っていうんですけど、アポトーシスっていうのあるんですよね。自分で自分の細胞を殺してしまうっていうかな、必要なくなれば殺すっていうか、風船みたいにね、こう膨らんできてね、細胞がこう増えていくときに、それを中側から針を刺すようにして、でパチンとね、それを壊していくっていうね、そういうことをね、誘導させる遺伝子が存在してるらしいです。その代表格がね、 P53 遺伝子だっていうんだけど、人間はね、ワンコピーしか持たないんですよ、それの種類はね。だけどゾウはね、その親戚をね、20コピーも持ってるってことで知られてます。だからDNA がね、少しでもおかしくなる、あるいは損傷されるとね、 P53 遺伝子は、まあ活性化して、そして P53 というタンパク質を作り出します。まあ遺伝子のね、LIF6 というのが、DNA、損傷により、まあ、誘導された P53 タンパク質により活性化されて、エラーを起こした細胞の、そのさっきのアポトーシス、死滅を促進するということです。そういうことになると、ゾウはね、P53 遺伝子による、まあ、DNA の損傷の発見確率が高いだけではなく、不適切な細胞を取り除くという能力も高いと言えます。これはね、古代のマンモスやパレオクソドンっていうんだけど、その化石なんかでも見られるんですが、DNA は、まあ、現在のね、ゾウの DNA と比較しても、LIF6 はすでにこの絶滅ゾウにも存在してたというので、ちょっと驚きですね。6000万年ほど前にね、進化したんですけどもね、一旦機能が失われたそうです。その後ね、どうなんだろう、小さくなっちゃったのかな。その後 2.5000 万年前に、まあ、機能を回復させて、突然変異が起こり、大きな像をね、作り出したというか、実現するのに働いたといいます。こんなところで説明、余計な説明終わりました。